どうも、なおちんです。本日も妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は鬼と戦っていきます。行くパーティー、これですね。ダイヤニャン、ダイヤニャン、ダイヤニャン、サファイニャン、サファイニャン、サファイニャンです。基本的にダイヤニャンだけで戦いますね。で、装備なんだけども、これです。吸血の牙。3人とも装備してます。草薙で吸血の牙装備していったんだけども、ちょっといまいちね、機能しなかったんだよね。どうしても敵の攻撃に押し込まれる部分があったんで、ここね、ダイヤニャンで数珠つなぎが完成してれば、こっちの攻撃が多くなるんで、回復するんじゃないかなと思うんだよね。とりあえず、どんな感じなのか、戦ってみましょう。ダイヤニャン艦隊だ。よーし、来たー。ようやく出たな。では行きましょうか。ガードの秘跡とかつけてないから、もろ食らうからね。よし。あー。もろ食らった。ちょっと待って。なるほどね。間に合うか。いや、怪しいところだな。怪しいところだぞ。うん。一回の回復量が50ぐらいなんで、ちょっと怖いかな。うん。ちょっと怖い。でも、死ぬことはないのかな？あー、やべ！違う違う違う。厳しいね。妖術を使うことがあるんで、厳しいな。あ、いって。確かにね、草薙の時よりは、全然、安定してる。あん時よりは。あ！威圧感ないからね。追いゾーンもないからね。そうね。悪くない。悪くないよ。全然こっちの攻撃が多いんで、悪くはないんだ。はいはい。まあまあまあ。そりゃ死にますわな。今のはもう仕方ないよ。問い付きを受けて全ステアップしてれば、おいおいおい、いけそうなんだけどね。でもまあそこうまくはいかないな。うん、全ステアップで攻撃速度がもう少し上がればなんとかなるのか。うん、あいて。うん、そこそこね、安心して見ていられる。あ、ダメだ、これは回復しないと無理だわ。うん、草薙はね100ぐらい回復してたんだけど、ダイヤニャンはねちょっと威力がないんで、回復量これぐらいなんだよね。そこがちょっと高ければいいけど、あ、でも攻撃速度がさ、回数が多いんで、そこそこ安心していける。おうおうおう、あっ、危ねえ。大丈夫か。あ、いや、危ない。ちょっと用心しないと押し込まれる部分もあるけど、あ、でもまあこの攻撃速度っていうのは魅力だよ。すごくいい。そうかそうかそうか。確かね、ダイヤニャンの素早さが230ぐらいなの。なんで、物理系じゃないサファイアンかは、素早さを盛れるでしょ。素早さ持って、280ぐらいでいけば、もっと変わってくるな、これ。あー、でももう、倒しそう。これは良かったね。良かったわ。全然安心していける。やっぱり攻撃速度が
速いっていうのはものすげえ強いね。ああ強かった。はい、とりあえずクリアです。強い強い。だいたいねステータスこれぐらいなのよ。230とか素早さがいいよね。うん、これに数珠つなぎで素早さがおそらく300超えなのよね。だからあの攻撃回数、うん、まあダイヤニャンだったら全然ガードの奇跡なしで、いけます。まあただ必殺技とかねクリティカルが来るとどうしてもやられちゃうんだけども、それ以外だったら結構安心して見ていられるので、クロ鬼とも余裕で、戦うことができました。まあダイヤニャンじゃなしに他の宝石ニャンだったらばもっと余裕になると思うんだけども、はい、まあそれもやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。